風を感じる、音を聞く、香る、味わう、美しいものを見る。愛の世界とはどんなものか、果たして永遠なのか、価値観とは、愛の価値をどのように測るのか、自分が得るよりももっと与える、私があなたに多くの癒しが必要だ。見返りを期待することのない相互理解があれば、愛はより永遠になり得る。私たちが想像する明日を。